はい、村山土佐の神ですね。で、そのお寺の方に来ました。で、まあお寺なんですけど、ここはね、立派な参謀もあって、施設も大きいんですけども、ここ自体がですね、まあ村山城って言われてたみたいで、まあ村山市館、まあ中世の武士団なんで、まあ平安、鎌倉、室町、戦国と続いた家柄ですので、周りはですね、まあ小さいながらも、まあ土塁とかですね、まあ堀とは言いませんけど、これは見えてるのは庭園ですよね。お寺の方で整備されたんだと思いますけど、周りの自然的な遺構で言うとですね、まあ、小高い丘の上にある館、屋敷の跡ではなかったかと、そんな感じですね。あまりお城といってもですね、爪城っていうか、その奥に高い山があるわけでもなくてですね、まあ、この狭山丘陵っていうんですかね、奥が狭山湖ですけど、そこから続いている低い尾根に囲まれたですね、まあ、この辺りで言えば一等地なんでしょうけども、まあ、結構今山門を見てるんですけど、見晴らしが良くてですね、ただそのお城の遺構というとちょっとはっきりしたものっていうのは少なくて、まあ、土塁らしきものか、まあ、堀とは言えないですけど、まあ、館を構えていたのがもうこのお寺になってますんでね、まあ、ちょっとここはねすごい静かなんで、ちょっとここで撮影しようかなと思ってきました。まあ、町の中だとね、かなり物音がうるさいんで、こんな静かなところがね東京にもありますと。東京でもそんなに山奥じゃないですよ、瑞穂町とか武蔵村山、武蔵村山の村山はね、その村山島の村山関係だと思いますし、東村山っていうのも、その東っていうのは東京の村山だから、まあどうでしょうね、山形県の村山市がありますからね、まあその関係がちょっとわかりませんけども、まあ、この村山という地名、または姓名などは結構この辺りではよく見かけるということですよね。武蔵七島と言いましたけども、七村山島って呼ばれている一つの大きな武士集団ですから、武蔵七島ってのはちょっと大きすぎるんで、村山島って言った方がいいかもしれませんよね。まあその総領家を継いだ、まあ領主兼、村長みたいな感じでね、この昔殿ヶ谷村って言ったらしいですけど、この辺を治めていた、まあ領主主であったということで、まあ戦国時代はですね、村山土佐守が、活躍しましたけども、他に何県にも分かれてますので、周辺にもですね、いろいろな家名、一族を残していると、そういう方になりますね。で、北条時代の記録が結構残っているようですので、この村山の館を拠点にしてですね、村山を名乗っていたと、土佐守を名乗っていたということもはっきり史伝には書いてありますし、そうですね、あとはまあその戦い戦においてはですね、やっぱ北条の時代が多かったですか、長かったですから、まあ、その国衆というか道後というかですね、まあ、何かあった時、この方は関東管理、上杉氏に仕えていた大石氏、後、北条になりますけども、大石氏輝、つまり北条氏輝ですね、その傘下にいたようですので、そこにまあいろいろこう史実があってもいいんですけども、まあ、出てくるんですけども、ちょっと少ないんですよね。村山土佐守という名前が一番多く出てくる感じで、あと伊賀の守とか村山何々って、そんなに著名な方というかですね、数はいたはずなんですけども、大きな武士なんで、この名前自体はねちょっといないみたいでね、ちょっとどの方が 主でやってたのかって、土佐守って言ってもね、いろんな方がいるんで、もしかしたら分かりませんけどね、別れかどうかはちょっと分かりませんけど、金子家忠公とかね、有名な方いますけどね、昔活躍したその人たちも、結局金子というのも、まあ、一族宮寺とか、あと山口とかね、そういった一族の名前を名乗って、書流ですよね、いわゆるね、一族。地元の名前大体名乗ってるんで、まあ、もしかしたらですね、難波田もそうですよね。このことはもうあまりにも有名ですけど、難波田ちょっと別なね、お城がありますけど、あれも上杉関係ですよね、上杉の配下、また北条。北条と敵対したりね、関東の武将はいろいろあったんですけども、まあ、村山島に関してはですね、やっぱりこの、東京、今の東京ですけど、武蔵の西部、もしくは、今の埼玉県の南西部っていうんですかね、にかかるこの地域を、また青梅市ですね、東京都の。まあ、その辺を、まあ、領地としていた諸県が多いですから、まあ、どうしても敵の国、つまり、西は武田、まあ、上は、まあ、上杉北条と、まあ、北条に仕えていたんで、まあ、関東在地の武将とか、そういう敵の国に結構囲まれてるというか、まあ、四方八方敵だらけと、そんなような感じで、こう、城を持ってるっていうのは強みだったと思いますけどもね。
実際どんな活躍したのかっていうのはね、ちょっとまた今日図書館に寄れなかったんで、ちょっと書物読んでないんで、ちょっと行き当たりばったりっていうのもあるんで、ちょっと前回ここまで話をしてなかったんで、ちょっと動画も撮ってなかったんで、ちょっと今日やってみましたけどもね。不動機なんかも出てますし、最近では役所関係もですね、その史跡ということで整備されていて、どういう人だったのかっていうのもね、図書館なんかに行ったら、長が出してる市の史跡の本がありますんでね、そういった、あと長子とかそういうものもちょっとこの地の歴史としてですね、考えると興味深いなというところですよね。ちょっとね、北条氏のですね、ちょっとお寺、ちょっと思い出してね、なんかいいなと思ってここに撮影の場所をしました。裏庭にね、庭園があるっていいですよね。北条玄庵のこと言ってるんですけどね。わかるかもしれないですけど。なかなか静かでいいですね。水の流れはないんですけど、ここだけなんか、外は結構今日暑いんですけど、ひんやりしてる感じでですね。まあちょっと、都会っちゃ都会ですけど、東京のね、ちょっと西の方でこんな静かなところがあるってことでね、散歩に来てもいいかもしれませんね。はい。ちなみに土佐の神のお墓はすぐ上にあるんですけど、まあブログなんかね、他の方の見てるとね、一番高いところにあるなんて、それは嘘です。高いところにあるわけじゃないです。真ん中辺中央に畳2畳ぐらいに小さな感じで、土佐の神一族の墓とはっきり書いてありますよね。まあ、隣も一族関係、周りも親族一族が多いですからね。お墓はもう、この今見ている本堂のすぐ裏の上ですね。小さいんでね、標識がないんで分かりにくいですけど、お寺のちょっと説明だとかなり大きく書いてあるんで、ちょっとそれだと分からないと思います。初めて来たら。よく注意してみないと分からないと思いますね。絵図なんかも載せてありますんで、それも合わせてご覧ください。はい、以上です。